いや、この CD の音がね、すごいリアルですね。はい。これ、まあね、前もやったことありまして、僕ね、持ってたんですよね、このゲーム。売っちゃったんですけどね。なんで売っちゃったのかなと後悔してるんですけども。今 PSP 版でも持ってますしね。一回実況プレイやってますね。はい。過去にね。はい。これでいきましょう。いつもこれ僕使うんですよね。ピスエンジンでいつもやるんですけど。Q カードね。Q カード取るんですね。青の方がいいんやったな。天の声。あ、だ、一躍しましたね。これまあね、シューティングのパロディとしては、パロディウスの次ぐらいにね、パロディのシューティングとして出たゲームでもありますからね。これが一番いいんですよ、CD が。CD が一番いいんですね。CD カッターって感じですね。このだるまはやられたらお手上げって言って、あれ旗振るんですね。はい。コントローラー回ってますね。オプション代わりにね。いやーん、いやーんってやつね、これね。やられたら。終わった。これね、音楽はね、このステージの曲はオーケストラですけど、さっきのボス戦の曲はあれでしたね。ビープ音というか、デジタル的なね、音源でしたね。PC エンジンの音源というかね。はい。オーケストラは CD から流れてる音源ですからね。まあね、PC エンジンの CD ロムロムはね、音楽プレイヤーにいれば音楽を聴けるんですけどね、その、オーケストラの音源だけが聴けるんですね。ステレオ音源とか、オーケストラの音源の、まあ、なんていうか、ビープ音のね、PC エンジンの音源は聴けないんですよね。そこは特徴でもありますね。CD 音源しか聴けないんですよ。ね、オーケストラしか。あ、1アップしましたね。この音楽好きですけどね。僕、スターパロジャーのね、CD もね、よく聴いてたんですよね。全体的な音楽クオリティ高いですよ、このゲームは。スターパロジャーの CD は、ね、何回も聴きましたね。
ほんと。このね、CD ロムのディスクを入れて、それなのに売っちゃったんですからね。なんで売っちゃったのかよくわからないんですよ、ほんとに。多分飽きたんでしょうね。多分飽きたから売っちゃったんでしょうけども、売らなくてもよかったと思うんですよ。もうだからね、あんまり僕売らないですよ、もう最近はゲームはね。絶対後悔しますから、売ったら。よっぽどね、面白くないゲームじゃないと売らないよ、もう。最近だからもう、ここ10年以上はゲームソフト売ってないですからね。よっぽど面白くないゲームしか売らないと思いますよ。まあそこまで面白くないゲーム売ってないですから。だからもう売ることないと思うんですよね。一回買ったゲームをもう売らないと思う。もう最近は決めてるんで。めちゃめちゃ後悔してますからね。いっぱいね、売ってしまったゲームがあるんですけどね。大阪から長野県に引っ越してきた時にね、大量に売っちゃったんですよ、ゲームソフトをね。まあ本とかね、CD とかも売ったんですけども。その時にね、やっぱ引っ越す時にどうしてもね、物が多すぎるからってことでね、売るしかなかったんですけどね、すごい後悔してるんですよね。結構いいゲームいっぱいあったのにね、なんであれ売っちゃったんだ、これ売っちゃったんかなってね、今だって思うことが多いので、だからもう、長野県に来てからはもう一切ね、ゲームは売らないことに決めたんですよね。こう絶対に後悔して、またどうせ同じもの買うことになりますからね。もう一回ね。どうせ買うんならもう売らない方がいいですから。結局だからね、大阪にいる時に売ってしまったものをまたもう一回買い直してますから、ほとんどね。結局そうなるんですよ。それだったらもうね、売らない方がいいしね。一回買ったゲームは永久保存っていう形になりますね。今後はね。CD とかもそうですけど、後悔したものに関してはまたもう一回買い直してるんで、それだったらもうね、絶対売らない方がいいですね。もうだからコレクターの人はみんなそうだと思いますよ。もう集めてしまう癖がある人はもうね、売れないんですよね。売ってもまた買いますからね。それだったら売らない方がいいし、ずっと持っとこう方がいいのですね。はい。コレクター心理ってやつですね。うわーとか言うやつやね、これですね。やられたとき。うわーってね。はい、クリアだ。中ボスか。やっぱり、ボス戦の曲はあれなんですね。PC エンジン音源ですね。うん。オーケストラじゃないんですね。いや、僕これ実機で昔持っててね、それで PC エンジンじゃない、PSP でね、PSP 版を手に入れてですね、で、その後これを手に入れたんで、3回目ですよね、これでね、スターパロジャーを手に入れたのは。あと、まあ GPDXD という中華ゲーム機でもね、スターパロジャーはね、それでもね、実況プレイやったりしてるんですけどね。まあそれはエミュレーターでやってるからね、あれですけどね。だからまあ正式に購入したって形で言えば、今回は3回目ですね。PC エンジンミニに入ってるやつってことで。ボス戦かな？あ、これはボス戦でもオーケストラですね、音楽は。ちょっと花粉症なんでね。あんま強くないね。あ、そうか、まだ携帯があるのか。第二携帯。体当たりしてくるね。いらっしゃいって書いてある。
サソリか。倒したんですね。三面。あ、この曲もいいですね。もうほとんど読み込みもね、感じることなくプレイできるとこがいいですね。実機だったら読み込み時間かかりますからね。いや、この音楽好きですね。1アップや。8機ですよ。このなんかガイドの女性の声はあれなのかな、ハドソンのスタッフの声なのかな、そんな感じがしますね。まあ、当時のねハドソンのね、今ハドソンはコナミにね吸収された 会社吸収されてますからね。もう今ハドソンはコナミなんですよね。L L L はラブの L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  じゃないけど L L ばっかり言ってるな。かぼちゃワインっていうねアニメが昔ありましたもんね。それ思い出しました。L って聞いて。はい、倒しました。中ボスですねこれね。あ、水中に行くのか。PC エンジン機械やから水の中入ったら潰れるやろみたいなね、そういうツッコミも入れたくなるんですけども、音楽いいっすね。このゲームはね、他のスターソルジャーシリーズと比べたらまあそこまで難易度高くないというか、割とね、割とまあ難易度が低いってわけでもないんですけどもね、割と気楽にできる感じですね。ある程度パワーアップすればね、進めるというか。難易度低めなのはね、ガンヘッドとか、あと、ファイナルソルジャーは難易度低めですね。ソルジャーブレードと スーパースターソルジャーはちょっと難易度高いと思いますけどね。あと、ヘクター87も難易度高いですね。マンボウですね。この曲もボスの曲ですけども、一応、オーケストラですね。あ、青来た。残機10機になってるしな。基本敵がやられる時の声は LLL っておっさんが言うんですね。このおっさんの声もおそらくハドソンのスタッフの声なんでしょうね。そう、このボス戦とは思えないこの音楽がいいんですよね。
そこがパロディってことだと思うんですけど。ね、パロディってことですね。クリアかな。ゴールよって書いてある。はい。はい、4面ね。あ、この曲もいいですね。あ、また増えた。あれ ?11 機にならなかった。これ10機が最大か ?3 機増えんの。そうそう、この曲ね。ちょっと和風が入ってると。もうスターパロジャの CD 何回も聴いてますからね。音楽は全部知ってるんですよね。このスターパロジャーをね、実物のゲームソフトを売ってしまうときにですね、この CD の音源だけはね、ミニディスクにね、録音した記憶がありますね。録音してから売ったみたいなね、音源をね、はい。ダビングしたというかね、MD、ミニディスクに。そっちの方に録音して、ダビングしてから売るみたいなね、音楽は聴きたかったんでね、そういう感じですよ。中ボスか。おお、びっくりした。レーザー撃ってくるな。まだ一機も死んでないですね。ああ、11機になってるやん、残機。結局、うわーって言うんやね。雪国ですね。これ、雪だるまがね、なんか雪を投げてくるやついましたよね、この面は。怖っ。残機増えた。12機にはならないですね。もしかしたら点数の高得点って意味かもしれませんね。今の音1アップじゃなくて。ボス、雪だるまかなんかじゃなかったかな?違ったっけ?雪を投げてくるんですよ、確か。あ、そうですね。あんまり強くなかったような気がするけどね。あー、でも食らった。でも結構誘導みたいな感じですね、この雪。うお、怒った。頭投げてくるんですよね、怒ったら。避けにくいですね、でもちょっとあれ。あ、もう倒した。
12機もありますよ。あ、この音楽もね、ユニークな曲でしたね。あ、これ、このね、やつね、ヘクター87に出てくるんですよ、今のやつね。なんか、ナスカの地上絵みたいなね、なんか感じのね、なんていうのか。これね、この敵っていうか、これね、ヘクター87に出てくるのね、地上物というか。あ、やばい。ちょっとこの辺も、あ、初めてやられた。2機やられましたね。ちょっとこの辺から難易度上がってくるのかな。一気に減ってきますね、残機が。難易度が高くなってきてましたね。ピラミッドですね。中ボスか。なんかヘビを呼び出すやつか。あらあら。まあ、それぞれね、攻撃のパターンを見れば、そんなに怖くはないですけどね。同じようなパターンの攻撃しかしてこないから。はい。もう真ん中の方が一番怖いですね。はい、届かないですからね、こっちも言えば。1アップや。これが一番怖いですね。あ、倒した。倒したね。ボムが3発撃てますね。あー、違う、カプセルあったのに取れなかったの。ピラミッドの中か。えらいって言ってたね、今ね。やられるって。あ、やられた。すごいな、点数が。スカ。ボスかな。おお、怖っ。岩ですね。怖いな、跳ね返るからね、これレーザー。岩とレーザーが跳ね返るから、ちょっと避けにくいな、これ。あー、やられた。もうまだ残機いっぱいあるから、まだいいんですけどね。あ、でかくなった。うお、びっくりした。あ、あれ当たったらやられるんや、カプセルって。
その目のみたいな、目からの光線みたいなのが誘導ですね、あれね。よし、倒した。いやー、だいぶ残機減りましたね。いや、前プレイしたときこんな進まなかった気がするんですけどね。いや、最近うちね、15年飼ってた猫が死んじゃいましてね、ちょっとそれに少しね、凹んでたりしたんですけども、まあ一応ね、残りまだ6匹猫いますからね、まだ寂しさ紛れるなぁとは思うんですけど、あ、これ出てくるこいつらの敵、スーパースターソルジャーのボスですね。これ一面のボスですよね、スーパースターソルジャーの。雑魚になってる。この音楽もすごいですね。これもね、スーパーサーソルジャーでできたボスですね。雑魚になってると。まあそういうことでね、猫が死んじゃって、お墓作ってね、埋葬してですね、土葬してね、埋葬したんですけどもね、非常に寂しいですね、本当にね。やっぱね、動物飼うのはいいけども、死んだ時はね、すごくね、悲しいですね。もう3匹目、4匹目か、飼ってる猫をね、見取るのは4匹目になるんですけども。まあ、実際には3匹目ですね。1匹はね、行方不明になって、もういなくなっちゃったんですけど、3匹はね、死ぬところを見取った状態っていうのは3匹目ですけどね。これ中ボスかな？おお、怖っ。残機10機になった、また。あぶね、ギリギリや。これ端っこにいれば当たらないんかい、これ。倒した。はい、倒しましたね。あ、これ、ボンバーマンです。あ、そうか、この面のボス、確かボンバーマンですね。思い出した。あんまり強くなかったと思いますよ、ここの面のボスはね。ダメージ受けちゃったんだよ。あ、また増えた。1アップなんか増えやすいですね、このゲームね、残機が。また増えます。また1アップ増えましたね。さっきの面は難しかったですね。結構死にましたから。あ、もう6時間あと5分で、5分しかないですね。もしかしたらこれ、途中でまた次回にね、続きやる感じになるかもしれません。ボスですね。ボンバーマンですね。これ、ただね、爆弾仕掛けてくるだけなんでね、全然怖くないですよね。爆発しないところにいればいいわけですから、はい、はい、倒しました。弱いですね。ボンバーマンやったことある人なら倒せるでしょう、これ。パッドが繋がってますね。いや、こんな進むと思わなかったな。ちょっとね、せっかくなんで、
セーブしときましょうか。クイックセーブね、初めて使いますけど。だいぶ進んでますからね、はい。こうね、クイックセーブすれば、その、クイックセーブしたところから、またプレイできますからね。はい。ロードってやればね、これ選べばできるということですね。そっからね。今ね、ピーセンジミニ購入して初めて今ね、クイックセーブを使いました。はい。もうだいぶ進んだんで、せっかくね。ちょっともしかしたらもうそろそろ録画時間終わりなんで。うん。まあ次回またね、続きからやるような形になると思うんですけどね。まだ残機はまだいっぱい残ってるんで。いや、こんなに進んだの初めてかもしれませんね、もしかしたらね。今までやっててね。どうだろう、どうかな。昔やった時もここまで行ったかもしれないですけど。あんまりね、ここまで行った記憶ないですからね。覚えてないだけかもしれませんけどね。また増えた。よう増えるね、残機。14機ですよ。点数がすごいですもんね。100、100、1000、10000、100万、150万点いってますからね、点数。でも、ここはちょっとこれぐらいのパワーアップしてないと厳しかったでしょうね。中ボスかな？そんなに強くないですね。うん、そんな攻撃も怖くないし。あ、これ取った方がいい。はい、倒しました。はい、じゃあちょっと一旦これで終わりですね。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。はい、実況させていただいておりますシロックマンです。続きやりたいと思います。スターパロジャーやってるとこですね。はい。結構進んでるんですけどもね。何面なのかなこれ。結構進んでるんですよね。だいぶ進んでるんですけどね。残機まだ15機もありますからね。ノーコンティニューなんですけど、だいぶ進みましたね。そうですね。どんなやつやったかな。ああ、これか。あ、また16機になった。もう怖っ。怖いですね、このパンチ攻撃。あ、やられちゃった。あ、チャップある。あー、やばい。あー、取れなかった。倒しましたね。あ、斜めやったね。斜めクリア。8面が次ね。
うん、この曲もいいですね。あ、これあれか。ハイスピードステージというか、高速ステージですね。グラディウスみたいにもありますけど。あ、やばい。あ、そうか。ああ、これはきつい。これは難しい。行き止まりありますからね。まあ、ちょうど CD でよかった。まあ、まだ残機12機ありますからね。あー、しまった。いや、この辺になってくると難易度上がってきてますね。ボスか、中ボスやね。あらあら、ああ、きついね、もう。これぐらいね、パワーアップが弱くなるとね、難しくなってきますよね。この辺まで来ると。ああ、そうか。カプセル当たってもやられますからね。難しい。中ボスでもこんだけ難しい。これ最終面かもしれんな。なんかそんな感じがするね、なんかね。うわ、いつ来るかわからんやん、これ読めないやん。ほら、パターン読めないよ、これ。めっちゃ強えやん。2回回したら飛んでくるんか。うわ、残り残機2機まで行きましたよ。12機とかね、10何機あったのに。今までの一番強いですね、今の敵ね。今までのボスの中で。おそらく最強じゃないですかね、今の敵ね。このゲームの中で。今のところね。まあまあ、パワーアップが弱かったからっていうのはあると思いますけどね。パッパが強ければあっという間に倒してたんでしょうけど。うわ、弾幕すごいな、この目。いやー、やっぱ終盤って感じしますね、この難易度はね。緊急事態ですよ、この難易度は。あ、残機増えた。あー、やられた。一撃必殺的な敵が多くなってきましたね。もうこうなってくるとね、もう癖になっちゃうんですよ、死ぬのがね。パワーアップが追いつかないんですよね。ゲームはですね。はい。じゃあ、とりあえずこれで終わりにしますね。はい。まあ、一応ね、セーブしたんですけどね。まあ、いや、とりあえずね。終わります。